はい、こんばんは。ようやくなんか梅雨が明けたそうですね、この辺も、ね。はい、日々、ね、梅雨明けましたね。35度以上の非常に暑い日が続いてますが、熱中症には気をつけてくださいですね。岩瀬も昨日打たれましたよね。はい、あ、残念な。インターネットを開き直したら、はい、フリーズしなくなりました。あ、よかったですね。何でもね、やり直してみればなんとかなる。うん、ですね。うん、そうですね。うん、はい、意外にこう再接続とかしてみたら治ってみたっていうことがあったりしますね。まあ人生リセットかけるようなもんですかね。ですかね。まあでもなんかやり直したいと思ったらどっかからでもね、あ、そうそうそう、人生も聞くと思います、うん、そういうことですよね。このキララシティさんは多分、うん、あの単なるインターネットの話ではなく、うん、あの人生というのはいつからでもやり直せるよということまでを深く、うん、多分この、ツイッターの中に入れたんだなと僕は思いましたね。意外に深い話でした。深い話でした。今日ラジオに、ね、あ、そうなんですね、知り合いでもともとその歌を、うん、あの歌ってる時に、会場が一緒だったっていうので、はい、ちょっと知り合った、うん、あとラブバンクさんっていう、うん、ドリカムのコピーだったりとか、でも最近はオリジナルでよく活動してらっしゃる、うん、夫婦で歌われてるから、うん、旦那さんが、うん、あのギターとか、うん、あのこのなんていうかそのサウンドのこのドラムのベース音みたいな、はいはいはい、そういうのでちょっと機械で出して、うん、で、うん、もう必ずあのギターを弾き語ってっていう感じ、うん、で、うん、旦那さんの方はちょっとコーラスで、奥さんの方がメイン の、うん、あのボーカルでって、うん、活用されてる方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、その方ちょっと知り合いになりまして、で、まあ、その方の紹介でっていうことで、うん、あの地元このキャッチエリア の、うん、あの歌であの活動してる、うん、方のあのプロアマ問わずなんかいろんな方をゲストに招いて、うん、こうあの活動だったりとかそれ以外のことに関してちょっとお話をっていうのにこうちょっとお呼ばれしていってきたっていう感じですね。はいはい、急にお呼ばれだもん、うん、そう、もうだいぶ前に決まっておいたんですけど、なかなかちょっとあの自分がつぶやけてあんな言うてよ言うてよ。そうでした、忘れてましたと思って、うんうん、で僕なんか、うん、慌てて僕なんかあれですよ、うん、ユーストリームのあの、うん、キャッチのユーストリーム、はい、ありがとうございます、うん、はい、見ちゃいましたよ、うんうんうん、僕書こうかと思ったけど、うんうん、やっぱ恥ずかしいのに、ああ、書いていただければ、うん、読まれてた。うん、なんか窓際くんが人生はやり直せる、うん、そうゾンビのごとくダメだってば。あ、ゾンビだと多分そのまま前回のそのままを引き継いだまんまこう、あ、そうそうそう、うん、きっとそう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 ですね、こう新しい、全く新しい何かではなく過去のもう引き継ぎのこう何かみたいな、うん、あ、そうだよね。うん、あ、キララシティさん、うん、そう受け取ってもらえるとありがたいです、うん、そうですね、僕はねキララシティさんのこう書いたコメントはね、うん、いい方にしか受け取りません。どんなくだらんことを書いてもいい方に受け取ります。だからあの安心してください。うん、で、今日、はいはい、あれですよね、その、ラジオに行きましたよね、うん、はい。僕、ラジオってどんなもんかよくわからんんですけど、はあ、どんな感じでした？ああ、そうですね。でもやっぱりね、うん、他の雑音とかが入ってはいけないので、まあ、それはそれは、密閉されたっていうか、はいはいはい、ちゃんと防音はこう、スタジオになってて。はいはいはい。うん、ちゃんと机があって、でも、うん、やっぱりね、ヘッドホンで、うん、音の確認をしながらみたいな感じで、はいはいはい、あ、そうですね。で、ちょっと緊張します。あ、緊張しましたね。緊張するのと、 あとこう、うん、ね、メインがお二人でこう、はい、掛け合いで喋、うん、られてる間にこう、うん、質問返されてっていう感じなので、うん、でこう入るタイミングと、うん、どこまでこう、ね、尺の問題っていうか、はいはいはい、一応決められた時間があるので、うん、その中でこう、うん、どこまでこう伝えたいこともやっぱりあったりはするので、こうどこまでこう喋って、うん、どこでこう切ろうかなっていう、うん、ことも考えたりしながらっていう。うん、ちなみに何、あ、打ち合わせとかなんかどうなの？あ、事前の打ち合わせを少ししてって、うん、でやっぱりアンケートをちょっと書いて、で、うん、でなのでこうそれに関するこう質問みたいなのをしてもらったりとかしてて、なんかそのアンケートを書く時間と、うん、まあ、一応こういう流れで実際のこと始まってから、うん、やりますみたいなのその事前説明みたいな、うん、で、うん、じゃあとりあえずこうそれなりの打ち合わせがあったんだ、うん、あ、そうですね、はい、うん、あ、ほいから、ここに、こんばんは。クリエイターズマーケットはどうでしたか？うん、もしよければ、そうですね。こっちはいいとして、ね、どうでした？あ、本当に、はい、初めて、二巻で、うんうん、今まではずっと一巻で、一エリアで、こう、うん、いろんなものが入ってっていう感じでやってたんですけど、うんうん、ミニブースだけちょっとなんですか、一般よりも、
エリアが小さくってちょっとまあ気軽に出せたりっていう、うん、そういうブースをまた別に新たにもう一巻、うんはいはい、プラスしての初めてのなんか試みみたいな感じの、うんクリエイターズマーケットだったみたいで前回が、うんうん、そうですね。なので自分はそっちのミニブースっていう、うん、そのまた新たに作られたところの方に参加はしてたんですけど、うんうんうん、なんか本当になんていうかな、やっぱり人もすごく増えたみたいで、あの来られる来場者の人数もやっぱり、うん、その前のクリエイターズマーケットよりも人数がやっぱ増えてた、うん、なんか今日メルマガが来てて人数が、うん、あのカウントしてたみたいで1日目何人ってって、はあ、なんかあったかなあったかなっていうのが来てました。うん、でやっぱ増えてましたっていうのが来てまして、あ、あったあったあった、今から何人ぐらい来てる、ちょっと待ってくださいね。あ、土曜日が、うん、あと29日ですか、うん、29日が 29,285 名、そんなに来るの、はい、はい。で、日曜日が 31,918 名だ。で、2日間合計が 61,203 名いらっしゃったそうです。あの、本当に、でも、人の数はやっぱり本当に日曜日の方が、うん、あ多いなっていう感じはすごく思った、はい、しましたね。流れがやっぱ全然違うなとは思いました。うんでクリエイターズマーケットって、はい、あれこう例えばすごくこう上手に稼ぐ人とかもやっぱいるんですよね、うんうんうん、あそれはいるでしょうね、はい、でやっぱあのなんとか自分みたいにこう本当に素人で、うん、あの作るのが好きなんでって参加してる方とか、うんうん、あと本当お店とかも持たれてる方でそういうなんとかイベントごとにこういう、はい、あの参加してもそこでも出してみたいなにやられてる方とかもいたりとかしたので、うん、そうですね。もう本当になのでやっぱディスプレイのね仕方とかも、はいはい、やっぱもう、うん、あのそれを専門にやられてる方とか、うん、あのあもうお店を出されて、うん、それもね真剣にやられてる方、うん、もうやっぱ全然違うので、うん、ああっていうねすごく勉強になったりする。結構高い値段だったんですか、うん、安い値段だったんですかね、うん、あれってあの みんながさ、はい、あのクリエイターズマーケット当然商品をこう皆さん出されてるじゃないですか、はいはいはい、結構高い値段とかなんか出してる方もいたんですかね。あいますね。それものによっては、うん、やっぱなんか宝石だったりの類とかって出されてる方とか、まあ、あともうねあの本革で革製品っていう感じで作られてる方とか、もう本当にガラス工芸みたいな感じで、はいはい、もう一点物っていう感じで、はいはいね、出されている方とかもいたりしたので、やっぱその一点物とかになってくると、うん、もう一つの値段自体が結構してたりだとかっていうことにもね、うん、なっていたりしますので、うんうん、このプロ野球の公式戦も真っ青ですね、うん、多分あれですね中日のあのあれですね名古屋ドームに入ってる人数よりも多いんじゃないのっていう話をしたいわけですか、うん、結構ね本当にうん、やっぱそういうものを作ることに、うん、あの関するあのすごく興味関心がやっぱ高いんだなっていうのが感じ取れましたね、はいはいうん、あとやっぱ、はい、あとそういった作ったもの全般なんで、うん、食べ物とかも、うん、あと自分自社で作ってた、はい、あのマカロンだったりとか、はいはい、シフォンケーキだったりとか、はい、あと無添加のジャムとか、はい、そういうものも出てたのでブースで撮ってっていう感じで、結構いろいろなジャンルに出てたんだね。あのもう自分でやっぱ作ったものであればもう何でもみたいな基本的に、うんうん、感じだったので本当にさまざまな種類のものと、うんうん、じゃあクリエイターズマーケットのうちも出してみるわけ、うん、あいいじゃないですか。コーヒーでなんかね、うん、そういうものとか、うん、そうだね、うんうんまあ、多分出さんけど。ああ、うんうん。ちょっと大変そうなんで。うん、まあでも本当にそのディスプレイをこう、うん、一応自分はミニのところにいたので、だいたいエリアがこうテープで囲まれてて、はいまあ、このエリアが、はい、あの、この、なんていうんですか、申し込んだここの該当者さんの使ってもいいですよっていうところで、やっぱその中を本当に最大限に使ってる方とか、やっぱりこう、組み立て、組み立てみたいな感じで、ディスプレイの背面みたいなのとかも、とんかんやって出たりとかしてて、うん、そうですね。ちなみにどんだけのスペース使ってたんですか？え、2メートル1メートルですね。2メーター1メートル。うん、まあだけど2メーター1メーターって結構使えません？結構広いですよね。やってみると。うんうん
そうするとそこへ持ってく商品となると結構ボリューム大変じゃなかったですか。結構なので自分で友人とちょっと協力させてもらって、うんうん、自分のところエリアにも半分いいですよっていう、うん、でなので自分は29日で1日目だったんですけど、うんうん、2日目に友人は出ていたので、うん、じゃあお互いにちょっと半々ずつでっていう話で、うんはいはいはい、なのでちょっとこう、ね、うまいこと。ああ、なるほどね。そうするとまあ1メーター四方ぐらいになるわけね、うん、自分のエリアがある意味。うんうんうん、ああ、なるほど。窓際君が、いやまあ別にドラゴンズに限った話でやって、うん、ドラゴンの話でしょ。ねえ、うん、あクリマという略称、あそうだ、だいたい短くクリエイターズマーケットっていうよりかはだか短く言った時にクリマって言っちゃったりしますね。そうですね、うん、フリマとクリマですよね。うん、そういう感じですよね、うんうん、はいはいはい、うん、で本題に行きますか、はい、はいはい、うん、今日歌についてなんやかや、うんうんうん、どんな話になるんですか ね、そう、うん、本当はちょっとキーボードを持ってきてて、うん、ちょっと割と弾きながらやろうかなとも思ってたんですけど、うん、ちょっと FM に寄った後にトンボで来ちゃったんで時間が結構押してたというか、うん、その終わった後にそうだよね、うん、だからその割に思ったよりも早く着いたなと思って。ああそうですか、うんうんうん、だってキャッチの刈谷のキャッチのあそこから走ってきたんでしょ、うん、あそうですそうです、うん、で僕は画面から切れるまでは知ってるんで、うん、あちょうどユーストリームで流してたんでね、うんうんうん、それ見てたんで、そっからトンボ帰りで、うん、あ早いなと、うん、そういう感じもしましたね。なんでね、うん、そうですね、なのでちょっと弾けたらよかったなっていうのはあるんですけど、うんうん、まあまあでもそうですね。じゃあ渡る君って何、うん、弾けたら言ってキーボード弾くの？あもう軽くですけど全然しっかりは、なんでピアノ自体はもう3歳ぐらいの時からちょっとやっていてて、でも小学校1年の時にものすごいスパルタな先生に変わってしまって、はいはいはい、ですごくやる気をなくしで、まあ、そこからもうちんたらやってって、うん、でもうちょっと一旦やめたり、うん、受験の時とかにやめたり、うん、こうまた やり直したりで繰り返しで、うん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 、で今もやっぱり習うっていうことは全然してなくって、もう完全に自分の趣味でちょっと弾いてたりっていう感じですけど、うん、あそう、うん、全く弾けないわけではないですけど、でも本当にしっかりやってないのでもう全然なるほど。だけど自分の、うん、まあなんつーのこう、うんうんうん、気持ちがこう音楽に入れれるっていうのはいいっすよね。うん、そうですね。残念ながら僕なんかギターも弾けなきゃ、うん、ピアノも弾けない、何もやれないですからね、うん、ちょっと羨ましいなですね。なんかでも今ちょっとねここに出たんですけど、歌とこの改編、あ、う、あの口編に回の歌と、うん、このなんですか、こっちの歌ってどうやって使い分ければいいんでしょうかっていうので、これなんだろう、自分もちょっとはっきり分かってはいないんですけど、なんだろう、そうですね、前の、まあ、口に書いでしょ、うんうんうん、口に書いということは、うん、歌を歌って書いてや お金の代わりだから、うん、あれじゃないですか、金がもらえるとこっちの歌じゃないですかね。うんうんうん、違いますかね。なんだ、後ろの歌は、うん、なんかもう本当に全般みたいな感じで捉えていて、歌のいろんなジャンルの歌みたいな、なんて言ったらいいんですかね。僕のイメージとしてこっちの後ろの歌ってさ、うん、歌うというよりは、うん、その例えば歌詞であったり、うんうん、曲であったりとかいう感じに見えるんですよね。あ、うん、それもあると思うんですよ。歌っているこの状態みたいなものが、うん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 、前の歌のような気がするんですけどね。どうでしょうかね。そうですね、うん、でもニュアンス的にすごく自分も多分近い感じだとは思います、うん、このマイクに立ってこうね、うん、歌ってる感じというか人のこの状態みたいなのが、はいはいはい、前の方で後ろがね、うん、全体的なハーモニーみたいな、うん、回ってたらいいか、うん、という感じに自分もそうですね。なんでこう、うん、自分はやっぱマイクで、うん、こう立ってそのリアルタイムで歌うっていうことに、うんうんね、なのでやっぱ前のこの口編に回の歌をよく使う感じではいますね、うん、何かこう歌いますっていう時とか、ね、うん、窓際君が、うん、いやでも、あ、いやでも
中川さんはコーヒーに自分の魂を注ぎ込んでるんでしょ。あのね、すいません、コーヒーに魂なんか注ぎ込みませんよ。あれは お湯を注ぎ込むんですよ。あのお湯を注ぎ込むとコーヒーができるんですよ。魂は注ぎ込んでもコーヒーになりませんよ。はい、間違えないでください。しょうもなかったですね今ね、自分で言ってちょっとしょうもなかったかなと思いました今。なんかそのね、自分のやっぱ魂を注ぎ込むじゃないですけど、多分自分でもやっぱ歌って自分に対してそうだなっていうのはすごく思ってて、今日だからね、もしかしてあの PTFM 聞いててくださった方もいるかもしれないですけど、あのなんで一番1曲目に歌った僕が一番欲しかったものっていうのは、なんか多分自分が歌に対するあの思い入れみたいなのをちょうど的確に表してる歌詞とメロディーだなっていうのはすごく思ってるので、でもなんか自分が多分歌の活動に対するなんかテーマソングみたいな勇気はしても、あれを通してなんかそういう気持ちでいたいなっていうのは、あの1曲目で、牧原さんの僕が一番好きだった、欲しかったものにだからすごく思っていて、で、あの2曲目にあの歌わせてもらった中島みゆきさんの、あの歌をあなたにという曲なんですけど、あれはなんか自分自身のターニングポイントになったというか、と、あと、あの自分が歌ってこういうものかなっていう、前半はちょっとテーマソングみたいな、ずっとこうあのキーワードみたいな感じで持ち続けていたいなっていうのな感じで、に対する2曲目はあの本髄みたいな歌のなんかそういう感じにちょっと撮っていてて、やっぱなんかあの自分が歌を歌い続ける意味ってなんだろうとか、あの歌そのものってどういう意味を持つんだろうって思った時の、もう歌詞が あのまんまなので、っていうのはすごくね、思って。でもあの多分その意味合いがよくわからないと思うんで、そうなので今歌詞をあるのでちょっと読ませてもらおうかな、あの自分が中学校3年の時に、あの合唱コンクールで、木琴っていう歌があったんですけど、でそこをちょっと何小節かソロの妹のセリフみたいな、戦争の歌なんですけど、あの早くまあ戦争が終わって、街にこういろんな色の明かりがつくといいなっていう妹のそのセリフがちょっとあるんですね、そこ完全にソロの部分で、でもそこをもしよかったら歌ってっていう風な感じで言ってもらえて、でもうそれがきっかけで本当にその後、学年代表みたいな感じで壇上でこの新年の抱負みたいなのと、あともう一曲歌うっていうか時に、そこでこの歌をあなたにっていう曲をちょっと歌わせてもらって、でなんかその時にあのもうなんかすごくこう自分が引きつけられる歌詞だなっていうのは思ってたんですけど、なんかゆくゆくもう本当に何度もその歌詞自体を見直したりだとか、なんかあるたびにその歌のやっぱ歌詞とメロディー聞いたりだとかっていうことがすごく多い歌で、なるほど。これでまあちょっと歌詞をね、あの、ちょっと朗読みたいな感じで、いかない、何にも言わないでこの手を握ってよ、声にならない歌声が伝わっていくでしょう、どんなに悲しくて涙流れる日もこの手の中の歌声を受け取ってほしいのよ、それが私の心、それが私の涙、何もできない代わり今送る、歌おう歌おう心の限り、愛を込めてあなたのために、そうよ目を閉じないで明日を探すのよ、誰も助けはしないからあなたが探すのよ、あんまり寂しくて死にたくなるような日はこの手の中の歌声を受け取って歩くのよ、いつか夢見たような、いつか忘れたような、夢を尋ねる人に今送る、歌おう歌おう心の限り、愛を込めてあなたのために、歌おう歌おう心の限り、愛を込めてあなたのためにっていう歌詞なんですけど、これが中島みゆきさんの歌をあなたにっていう曲ですね、
これはなんかもう本当に何かあるたびにやっぱりこの歌を聞き返しては自分の中でこうちょっと自問自答してみたりだとかあのいろいろ考えてみたりだとかっていうのが本当に多い歌で、ボルギア君が、中島みゆきって歌っている時と喋っている時の声が全然違うからびっくりですよね。そうですよ、あの凄まじく面白いんですよラジオ面白い、うん、自分最初に高校の時にフラットつけて、うん、深夜までやっぱり起きてることとか多くて、あの中学高校の時って ではなく FM 愛知で、あ、はいはいはい、12時だとか11時ぐらいからこう1時間持たれてた時が、そうそうそう、で、あって、でその、うん、山で起きてた時にやっぱりラジオを聞いてた時が多くて、でずっとつけてたらあれって言って、で中島みゆきのって言って始まった時に、ね、最初聞いた時になんでこんな面白い人だったんだと思って、中島みゆきさん、でもうなんかもうずっと聞いてましたね、その時間になると。僕はあれですよね、オールナイトニッポンですよ。ああ、そうですね、またなんか最近もちょっと、ま、やられてた時あったみたいで、ね、あ、そうなんですか、うん、はい、とにかくめちゃくちゃですから。そうなんですよ。うん、で、あの当時の大体あのフォークの人たち、だから井上陽水、吉田拓郎、あの辺の人たちが大体オールナイトニッポンやってたんですけど、僕らの時代って、もうとにかく面白かった。うん、そうなのね、あの、はい、やっぱりワイヤでした、ね。あの喋るこあの歌ってる時のイメージと、うん、やっぱその実際この喋りで、うんうんうん、あの伝える時の、うん、あの全然違っていて、違う違う、うん、本当にあの中島みゆきさんとかはね、うん、もうあの想像もつかないくらいのこんな本当に面白い人だったんで、喋、うん、りと、うん、で声のトーンとかももう全然違っていて、あの喋ってる声がすごい高いんですよね。あのなんかあのアニメっぽい声なんだよね、そんな感じですね、うんうんうん、あのすごくキャラクターが、うん、あの濃すぎ、ま、あの歌ってる声も確かに声はあの濃い声ではあるんですけど、うん、それとまた全然違うイメージの、そうそうそう、あのこうおしゃべりのキャラクター性の声っていうか、しゃべりの方は、うん、すごかったです、ね、そうなんですよ、それで、うん、あの本当にあのしゃべりの方でもよく聞くようになってっていう、うんうん、感じです。本当に中島さんは、そうですね、喋りがもう圧倒的にうまいのはこの中島みゆきと、あれじゃないですか、松山千春と、さだまさし、ああそうですね、ここら辺めちゃくちゃ面白いですもんね。さださんは少し前に、うん、先々週ぐらいのあの、うん、朝の、うん、あの題名のない音楽会、なんか息子さんがデビュー、あの、あのして確か、バイオリンかなんか、ね、あ、そうです、バイオリンと、うんうん、あのピアノと、バイオリン2つとピアノで、うん、3人でっていうことで、うん、親子共演みたいな感じでやってまして、うん、でまさかあんなにあのギターとバイオリンもあそこまですごく弾ける方だとは思って、うん、いやだってあの人はもともとバイオリンをやってた人なんで、あ、なるほどなるほど、うん、そう、なんかだから弾ける楽器の多さと引き出しの多さにもう本当すごいなっていうのは、まあだけど、あのさだまさしは、うんうん、あの CD で、あの、うんうん、落語家なんかの CD 出したんですよ、ね、うん、あ、そうなんですか、はい、落研出身なんですよ、ね、あ、なるほど、講談やらせてもうまいしね、へ、うんうん、すごいですよね、なるほど、ちょっと聞いてみたいですね、うん、だから、うん、歌は必要ないですよね、多分コンサートやつは、うん、いやいや、でもね、そういうのがあっての、あ、マジで歌もいいなみたいな感じになりますかね、あの人なんか、うん、なんかさだまさしの場合は、うんうん、歌を歌おうとすると、あの、うんうん、なんかあのお客さんがえーって言うという話も聞いたことありますけどね、なるほど、うんうん、歌よりもしゃべりかいみたいな感じ、うん、いやでもなんか歌のイメージがありつつ喋った時のイメージ、うん、まあリンクしてる方とかもいるとは思うんですけど、うんうんうん、そこいい意味ですごい覆されると、うん、あ、すごいこのなんかキャラクター性に惹かれるというか、また違った意味で、はいはいはい、歌とはまた別のっていうところで、うんうんうん、すごいなんかその中島さんにしても佐田さんにしてもね、他の方とかでももちろんいっぱいいらっしゃいますけど、うんうん、そういうのを持ってらっしゃる方っていうのは、うん、なんかそのキャラクター性にも惹かれつつ、また歌を聞いた時のイメージもまた違った意味で、あの聞けることとかもあったりするので、はい、なんかいろいろね、本当に、はい、なんだ深いなとか思いながら聞いたりしますね、うん、僕が一番欲しかったものは、うんうん、車の中で聞きながら、うんうん、
歌っているといつも泣いてしまいます、うんうんうん、あキララシティさんを泣かせるとは、うんうん、すごいですね。あ、自分でもラジオから流れて本気で泣いてしまったのは、うん、牧原さんの、うん、あのあれです、もう一つ君の名前を呼んだ後にと、うん、あとやっぱ宮さんの酔いと負けですね。あれをラジオで最初に聞いたときに、その牧原さんの歌の方は情景がものすごく頭の中にイメージできて、その空気感みたいなものだったりとか、なんか本当の一番最初の歌い出しが、あの寂れた駅の看板は、寂れた駅の看板は初めて見る名前が書いてある、紙コープのコーヒーは全くどこで飲んでもこんなにまずいんだろう、大切な、なんかその紙コップのコーヒー飲んでる時大体冬場とかじゃないですか、はいはいはい、冬場のすごく寒い時に、うん、あそこにあの80円とか100円の紙コップ の、うん、のコーヒーとかあるから、ちょっとあそこで買って、うん、あの体温めようみたいな感じなので、うん、なんかその時の冬のその空気期間みたいな冷たい空気の中で、うん、そのちょっと人を待ってる歌なんですよね、うん、その、はいはい、君の名前を呼んだ後にって、うん、でなんかそのすごい大切な人を待ってる、うん、その気持ちと、うん、そのねコーヒーから出てる湯気の感じとかがすごく頭の中でイメージができてて、やっぱなんかその気持ち、うん、切ない気持ちがすごく伝わってきてて、うん、だからその一番その曲がその時代の、うん、あの曲がオンエアってあのラジオでもう解禁されてかかるようになってから最初聞いた時に、うん、もうなんか本当に、うん、あの涙が出てきてしまいましたね。それとも本当に酔いと負けももう、はいはい、もうずっとですけど、うん、一番最初に聞いた時もやっぱもう、うん、あの気持ちが本当に伝わってきてて、はいはいはい、本当に泣いてしまいましたね。酔いと負けは、酔いと負けはもう本当いつ聞いても泣きますね、多分きっと。なるほど。うん、でも牧原くんってさ、うんうん、僕最初にね牧原くんってっていうほどではない、くんづけではないでしょうけど、あの僕俺ラジオかなんかで最初にこの人の音曲聞いた時にさ、はいはい、すごいどういう人かなとか言って思って、うんうんうん、テレビで見てずっこけた。あ、まあ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 なんか雰囲気がテレビで見てずっこけたな。ナイスヒゲおじさんみたいな感じ。もうちょっと、ちょうどまだデビューの当時だと思うんで、うんうんうん、そんなヒゲおじさんじゃなかった時代だけど、うんうんうん、もうちょっとかっこいい人かと思ったら、うんうん、あ、こういう人なんだと思った。ああ、そうですね。なんか曲のイメージからすると、なんか結構シュッとして、もう少しなんかスマ、うんうん、スマートっていうか、いい意味での、この、はいはい、ね、うん、方なのかなっていう感じもしますけど、うん、いやでも、ね、うんうんうん、ああ、勤め先の、懇親カラオケで、私の入れた中島みゆきのファイトが、うまく鳥になり、ヘビーな詩の内容からバフとんでもない空気になってしまって。でも、ファイトもすごい好きですよ、個人的には。いや、確かに、あの、ぐさぐさきますけど、ね、あの、すごいことを、やっぱこう、刺していく歌だとは思うので、ね、でもなんか僕中島ゆみのこの歌ってさ、でも怨念が入ってそうなぐらいにすごいよね。まあ、まあまあまあ、そうですね、うん、でも特にこのファイト、なんかでもこのファイト自体ももともとそのラジオに当てられてきたハガキの女の子を、うん、本当にその来たハガキからやっぱりなんかね作ってったみたいなので、うん、そうそうそう、だってあの詩って、うん、なんかすごいこのなんか怨念が感じるような詩だもんね。ねえねえねえ、まあでもね、すごくその場その場のなんかオムニバスみたいな感じだと思うんですけど、うん、ファイトでも、うん、あのこの情景この情景みたいな、うん、いっぱいいろんな人のこの気持ち的なものが詰まったみたいな歌だとは思うんですけど、うん、そうですね、まあでもうん、自分はあのこのファイトを YouTube に上がってるみゆきさんの、はいはい、あのなんかこうベージュみたいなドレスで歌われてるやつを、うん、たまにな本当によく見返して見てたりとかはしますね。みゆきさんの、うん、うん、歌とか、そうですね。うん、本当にいろんな方の。一時ちょっとシャンソンも歌ってたことがあるので、うんうんうん、やっぱいろいろ勉強してた時に、うん、沢田研二さんが、その芸能界、はい、メディアのテレビから少し離れていた時期に、うん、ずっと舞台で、うん、あの、1年に1回、うん、いろんなその著名人、例えば、ダリだったりとか、うん、あと、エディット・ピアフだったりとか、う
あと他にもその結構名を成した有名な方を題材に取り上げて、うんうん、その舞台、うん、音楽劇みたいなのを作ってた時期があって、はい、10年間、はい、11年丸と11年ぐらい、はい、でその時の作品みたいなのがちょこちょこ上げててくれたりしてたのが、はい、で今その DVD がもう全く入手不可能みたいな感じになっていてて、うん、でも、うん、自分はあの母の友人がそのジュリーすごく好きな方がいらっしゃって、ちょっと DVD 自体も見せてもらったりすることはできた、まあ、できたんですけど、なんかそのなんていうかな、すごく掘り下げていって、そのシャンソン の, あの黄金期っていうか、その今で聞いてあーって言われるその名を成した方 の, あの作品に至るまで の, そのちょっとしたこの人生みたいなのも描かれてしてたの で, でそのあたりとかもねすごくなんか勉強になったりとかして、その沢田さん の, その舞台シリーズみたいなのもちょこちょこ見てたりだとかっていうこともあったりしましたね。うん、考えてみやね、沢田研二とかあの辺の人たち、ああいうザ・ベスト10が、うんうん、ね、あった時代にすごく活躍された方々じゃないですか。あの世代の人たちって本当にテレビに出なくなりましたよね。ああ、まあそう言われてみるとそうかもしれないですね。ねえ、なんかみんな AKB になんかテレビ撮られちゃってあ、みんな困りますよね、本当に。そうですね、まあでも、うん、まあ AKB は AKB の良さはあるとは思うんですけどね。うん、はい、なあ、女僕は否定しませんよ AKB、うん、なあ AKB 否定したら松本くんにどう怒られるか分からない、うん、大変なことになってしまう。大変なことになるんで、そう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 、だからね、なんかどうも、うん、さっきのそのピッチ FM とかでもちょっと話させてもらったんですけど、うん、まあ、その歌詞もやっぱり引きつけられるものがあったりすると、それをメロディーに乗せて歌った時にも、うん、やっぱなんか伝わってくるものってすごく、うんうんね、違う、特にあの熱量が多分込められていればいるほど、うんうんうん、あのその受け取り手のね、あの聞いた側のシンパシーも多分共鳴するものがあったりすると余計響いたりはすると思うんですけど、いやそうでなかったとしてもやっぱり伝わるものってその熱量の差とかで全然違うものがあったりするかなっていうのはすごく思っているので、うん、あ、なんかキララシティさん、うん、歌声と外見のギャップで言うと、うんうん、トゥモローの岡本真代さんも同じような、うんうん、岡本真代ってそんな変だった、うん、あ、ですかね。いやでも多分、うん、岡本真代さんは一番最初の戦略で顔を全く出さない、うん、そういう戦略を取っていたっ、うん、ぽいんですよ、うん、でもう本当にあのラジオとかそういうメディアには声だけなんで、うん、登場してたんですけど、うん、完全にあの歌番組とかの生とか、うんうん、あと顔が出る系のその歌の紹介番組みたいのは軒並み出てなかったんで、ね、一番最初の売り出しの時に確か、うんうん、でやっぱりその出さない戦略を取られると、うん、人ってすごい気になったりするじゃないですか、うん、イメージを作り上げてしまったりとか、イメージはね、いい方にそう考える、多分で途中からちょっと戦略変更でそういうところにも出るようになってっていうことなんで、うん、多分そこの、ね、最初の時のあの自分の中で作られたイメージがものすごい大きい方とかは多分きっとあれなんじゃないかなって思ったりはしますね。入社して しばらく経った頃、うん、いつもにこやかで周りに優しかった事務員の方が退社されると聞いた途端、うん、脳内でスピッツの、うん、君が思い出になる前に何度も、うん、リフレインされ涙したことが、なんだ窓際くん、美しい話じゃないですか。ちなみにスピッツの君が思い出になる前に知りません、僕。実を言うと。もともとスピッツの曲だって、うん、自分はこの君が思い出になる前にっていうのは、うん、あとそれを全く使って結構沖縄のあの民族系の感じにアレンジされた歌の方を先に聞いたんですよね。うん、何どういうこと？あのああいう沖縄系のちょっとね、はあ、女の女性のなんか 3,4 人ぐらいのグループで、ちょっとグループ名ちょっと忘れてしまったんですけど、はあはいはい、だからそれを最初に友人から借りて自分は、はあ、でそのイメージがすごい強かったんですよね、はあ、であこの元の曲をスピッツが作ってたんだということをその後から知って、はあ、だからもう全然違うアレンジで、スピッツってあの耳なじみのちょっといいこうふわって聞けるような感じだとは思うんですけど、もう全然あの民族系のこの要素の強い歌い方と、うん、あの表現の、うんうん、音楽な感じになっていて、最初なんかエンディングの前にアカペラで一曲あるのかなって聞かれてますけど、ああどうなんですかね、歌ってもいいですけどね、うん、せっかく詩があるんでね、うんうん、そうですね、うん、なんか
そうですね。でも今ここに歌詞があるのはほとんどシャンソンの歌ばっか、うん、あのみんなが知ってそうなものですね。そうですね。牧原さんはどうですか、ありますか。牧原さんは、あ、まあそれかさっき言ってたほら、あの歌詞はすぐね出るので多分スマートフォンとかでも、はいはいはい、あのメロディーは頭の中入ってるんで全然すぐ歌えしますけど、あの君が思い出になる、あ、違う、え、君の名前を呼んだ後にかなとかでよければ、はあ、うん、あ、いや、いいっすね、うん、そうですね、ちょっと、うん、歌詞は楽しそうで、一回こう先に詩をですね、うん、こうちょっとあの読んでもらって、いいです、ね、それから聞くと多分ね、わかりました、頭にね入るような気するんですよ。ちょっと待ってくださいね、君の名前を、そうすると多分見てる人たちが涙するかもしれないですね、うんうん、君の名前を読んだ後に、大体あれですからね、あの考えてみや iPhone がこう、うん、バリバリに割れてますからね、はあ、読めますかね。そうだ、さあ、読めますよ、読めますよ、大丈夫です、あ、そうですか、うん、読めはするんですけどね、うん、だけどそれで涙するよねこの辺りあ、なんてことになってしまったんだっていうこの画面のこのバリバリ具合フィルムとかなんか貼ってなかったな、ね、あ、あるんですよ、あ、貼って、貼ってはあるんですけど、うん、パキンって言ってしまったという。あ、そうすか、見事ですね、見事に言ってしまいました、ね、どこにぶつかるとそうなるわけ、ここから落ちて、うん、ポケットからちょっとか前かがみになったらここに入れてたんで、うん、で多分落ち具合もこっちから起こって、はい、綺麗に落ちて、そうそうそう、はい、で下が、うん、もう本当にアスファルトに近い砂利だったので、はいはい、もう本当にその打ち所と硬さと、はい、多分いろんなものが重なってしまったっていう感じではあるんですけど、ウッディ若さんが、沢田研二は現役歌手なので、ま、夏メロや過去の楽曲の使用を認めてないそうです。ああ、なるほど、すごいね、うんうんうん、そういうことか、うん、つまりあの、うん、あれですね、こう例えば普通にライブとかなんかでも、うん、どんどん新曲ばっか歌ってくって感じのことですかね、あ、ってことなんですかね、うん、どうなんだろうと思いながら、うん、そこら辺をウッディ若さん教えてくださいよ、うん、なのか、あのほら人がこう使うのをいかんっていうのかどうなんだろうなとか思ったり、あ、うんうんうん、どうなんだろう、どっちなんですかね、どっちなんですかね、うんうんうん、ねえ、そう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 、え、歌詞はよ、うん、そうですね、歌詞をまず最初に一回よ、うんうん、読みましょうよ、普通に読んでいいですかね、朗読みたいな感じで、いいっすよ、漢字を込めて読んでいただいても構いませんが君の名前を呼んだ後にっていうことで、はい、うん、錆びれた駅の看板は初めて見る名前が書いてある、紙コップのコーヒーは全くどこで飲んでもこんなにまずいんだろう、大切なものは遠くにあると勝手に決めつけて僕は今ここにいる、君は世界に一人しかいなくてこれから帰る街にいるのに、君に早く会いたいよ、どんな言葉でも構わない、僕の名前を呼んだその後に君が何を言うのか今すぐ聞きたい、今日も元気でいるだろうか、僕がいなくて困っていることはないかな、いないのも悪くないのかもと思ったりしていないかな、早く戻ってくるのを君が楽しみにしてるって胸を張って今思えないほど僕は君がそばにいることを当たり前に感じてた、この指先のぬくもりを誰かにも分けたいと作られたのなら紙コップのコーヒーも悪くないと思えた、君に早く会いたいよ、早く会いたいよ、会いたいよ、君の名前を呼んだその後にいつもそばにいてくれてありがとうと言うよ、なんかね、で終わりなんですけど、すごく、うん、なんだろう、自分が思ってる人っ
て、いろいろあるじゃない、形が。家族だったりとか、まあもちろん恋人だったりとかあるかと思うんですけど、なんかその恋人とかに関わらず、自分が本当に大事にしたい人、家族とか親戚とか、その隣の人とか、そういうことにも受け取れるなってすごく思ったんですよね。歌詞をなんか最初聞いた時はその情景ポーンっては出てきたんですけど、改めてその歌詞を見直してみた時に、あ、なんか自分のいろんな形で大切な人を思った歌にも聞き取れるなっていうのが、すごく思いましたね、これを。聞いてっていう感じで。はい、僕はあのこの歌を実は聞いたことがないような気がするので、どんな感じの、あの歌かちょっと、あのアカペラでありますが、ちょっと、あの、聞かせてください。あ、今ここで、そうですね、なんかそうだな、今コード譜がすぐ分かるわけじゃないもんね。あ、そうなの？ピアノのあれが演奏できるの、あのアプリが入ってるんですけど。え、そんな機能がある？あ、あります、あります。でも、あの、コード進行がわからないので、これの。なので、ちょっとあの出せないっていうね。あの、自分が弾けないっていう。あ、ちょっと残念。そうなんですよ。いや、歌いましたね。はい。錆びれた駅の看板は、初めて見る名前が書いてある。紙コップのコーヒーは全くどこで飲んでもこんなにまずいんだろう。大切なものは遠くにあると勝手に決めつけて、僕は今ここにいる。君は世界に一人しかいなくて、これから帰る街にいるのに。ちょっと高すぎた。はい。君に早く会いたいよ。どんな言葉でも構わない、僕の名前を呼んだその後に君が何を言うのか今すぐ聞きたい。今日も元気でいるだろうか。僕がいなくて困っていることはないかな。いないのも悪くないのかもと思ったりしていないかな。早く戻ってくるのを君が楽しみにしてるって胸を張って今思えないほど僕は君がそばにいることを当たり前に感じてた。この指先のぬくもりを誰かにも分けたいと作られたのなら、紙コップのコーヒーも悪くないと思えた。君に早く会いたいよ。早く会いたいよ。会いたいよ、君の名前を呼んだその後に、いつもそばにいてくれてありがとうと言うよ。こんな感じですね。なるほど。ちょっと軽めに歌ってしまいましたけど、今。いや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 。っていう、なんか、本当に情景が
空気とやっぱその寒い中で、うん、あのすごく大切な人を待ってて、うん、多分向かってくる途中なんだろうなっていう自分が思ってる相手が、うんうんうん、でそのね向かってくる後で本当に何を言ったらいいんだろう、何を伝えたらいいんだろうっていうね、うん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 、なんかきっとなんか大あの大変なことが直前にあったりとかして、うん、何かこう思い直す機会みたいなものがあったんだろうなっていうのがすごくなんか伝わってきてて、でその間本当にやっぱり大事な人なんだっていうことを再認識できて、でその後本当にってね、あのどうしたらいいんだろうみたいな、うん、あなんかパチパチパチ、うん、ありがとうございますありがとうございます、はい、これもういつも思うんですけど、うんうん、このあのツイッターのこのパチパチパチ、うん、最初何だったか、うん、あー分からないですよね、うんうん、そう、うんうん、よく読み返してみると8が連続してるんで、うん、あパチ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 ってね、うん、あそういうことかってそうそうそう、拍手の時に大体、うんうんうん、やったりとかするよね、うんうん、あの結構ツイッターのこうなんかいろいろなこう隠語じゃないけどこういろいろなやつあるじゃないですか、はいはいはい、分からんだよね、いろいろありますよね、うん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 、あ声がいいですね、うんうん、無茶ぶりに答えてくれてありがとうございます、いいありがとうございます、あこっちはこっちはキララシティさんダメですね、うんうん、パチパチがカタカナですよ、このカタカナはあれですな、うんうん、我々、うんうん、僕だとこうなっちゃいますね、うん、8を並べませんね、うんうんうん、よく響く男声ですね、うんうん、あそうですね、結構、うん、あ いい声ですねやっぱり、 ありがとうございます、うんうん、なんかすごくあと、うん、牧原さんの曲をやっぱり歌いたいなって思い始めて、うんまあ、実際歌い始めたのと同時にやっぱり、うん、あのボイストレーニングみたいなので、うんまあ、やっぱり J-POP のポップスの歌い方っていうのをすごい教えてもらう機会も多くて、うんうん、でその今までやっぱりあの自分がこう直接、うんうん、あの習ってはいたんですけど、本当に真剣に誰かについて、うん、あのこの基礎からやってっていうことをあまりしてなかったので、うん、でその根本的な基礎的な問題は多分あの、うん、他のしっかりやられてない方に関して言えば、うん、あるとは思うんですけど、うん、でもその誰かに技術的なことを直接教えてもらったわけではないので、やっぱり自己流になっている部分とかあって、うんうんうん、その声とかの出し方は演劇の舞台に立った時に滑舌をすごくこの気にして喋るっていうことをやってたので、その声の響きとか一つの一つの単語をすごくはっきり言うっていうことの訓練はできてるとは思うんですけど、それを歌に乗せた時の表現の仕方みたいなものがやっぱりうまくできてないところがあったりして、その J-POP の歌い方を教えてもらった時にこのメロディに乗せるだけではなくて、やっぱり声の出し方とその響かせ方みたいなものをすごく教えてもらって、はいはい、まだ今途中ではあるんですけど、あすごくポップスの歌い方ってもう全然違うんだなっていうのが、ね、すいません、うん、J-POP って簡単に言うとあれでしょ、うん、我々が普通に歌う曲のことですよね、うん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 、まあねそうなんですけど、それってそんな難しかったんですか。意外に本当に難しい、特にあの男性の歌、男性が作られてる歌、うん、で原曲で出そうと思うとかなり今高い、どんどんあの女性のキーはそうでもないんですけど、うん、あのそうでもないっていう言い方もねおかしいですけど、あの割とこうすんなり出せる音域で作られてるものが多いんですけど、はいはい、特には男性の曲に関して言うとポップスに限って、うん、あのもうすごく高音域に達してるので、その原曲で出そうと思うとかなりこの腹筋力とあのなんですか、キー的な問題がすごい、そうなの、あのかなりなので力を必要とする部分もあるというか、ほっと思って確かにあの今自分も上は理論上で下はあの持ちの、あの音域があるので下を出すことはあまり無理なんですけど、あの上はあの訓練次第でどんどん出るようにはなっていくんですよね、理論的に言えば、うん、個人的な限界とかもあると思うんですけど、でも上をどんどん訓練次第で、うん、上の音域に関してはどんどんこう出るようにはなっていくので、うん、本当に今こう出せる音域をどんどん広げている最中ではあるんですけど、いやもうとにかく上を出そうと思うとすごく力でこう合って乗せる部分とかも多かったりして、そんな難しいもんだったんだ、うんうん、と思って、本当にいざやっぱりねしっかり歌いたいと思った時に歌ってみるとなるほどっていう、
のがありましたね。そうだったんだ、知らんかった。もうラルク・アンシェルなんて目も当てられないですよ。難しいんだね。あ、出てますかね。こっちが出てこない。あ、そのうち出ます。いやー、でもね、本当にすごくやっぱり、うん、音域の問題とね、あと本当にいろいろかなり音もうなんかあれですからね、あの昔の曲のだいたいスピードにしかついてきませんからね、僕は。もう今のスピードだとかなんかについてきませんけどね。テンポ速い曲は本当に速いんですからね。もうそれにこう夏のあの曲を乗せていくなんてとてもとてもって感じしますもん。うんうん、いやね、でもあのラップなんか絶対無理ですもんね、あれ。はい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 、うんうんうん、だいたいあれだいたいこう聞くことはできますよね、まあ、うんうん、音楽として流れてるから、うん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 、じゃあいざあれが例えば詞があったから、じゃあ、うんうんうん、あの曲に合わせて、うん、あのそれを載せようって言ったらもう無理ですもん、うん、あ、なんだなんだって感じになりますよ。ラップはあの韻を踏んでるじゃないですか、ちゃんと、うんうんうん、あのその文末だったりとか、はいはい、あの、うん、ある程度の、うん、ところ で、うん、でそういうのをやっぱ歌詞を考えたりするのとかも、うんうん、すごいなって思いますし、うんうん、ね、本当にあのいろんなジャンルの、うん、で、ね、昨日ちょっとラジオを聞いてた、あのいつもだいたい車で移動してる時にラジオつけっぱだったりすることが多いんですけど、うんうんうん、でその時にあの久保田としのぶさんが新しいアルバム出したって、はいはい、全部ボサノバっていう、はあ、うん、なんかあのでもボサノバの歴史もすごく深いなっていうのを、え、なるほどって、そうだね。やっぱりあの歌われ続けてるスタンダードの曲みたいなものもあったりだとか、いやもちろんあの自作であのオリジナルで作られてる、うんうん、あの曲とかもあったりするんですけど、いやなんかね、うん、本当にあの歴史みたいなものが深いなっていうのが聞いてて思いました。うんうん、キララシティさんは、私は変声期に女性歌手の歌を歌いすぎたために声が低く ならなくて、今はビーズとか高音の歌の方が歌いやすいです。うんうん、あ、そうすか。いや、でもなんかね、それは、自分は今音域を上に上げたくて上げたくてしょうがないので、うん、すごく羨ましくてしょうがないですけどね。あ、うん、あ、なんか、窓際くん、口パクかどうかってすぐわかるの。あ、まあ、それって AKB のことですか。何ですか。ああ、いや、そりゃ多分自分のなんか憶測みたいな感じではあると思うんですけど、はいはい、やっぱ、うん、生の時の熱量って絶対あると思うんです、うん、本人のその、はい、なんていうんですか、その空間の中でその本人が歌った時のその状態みたいなものが、はいはい、やっぱ生ってダイレクトに使われると思うんですよね、はいはい、あの悪いなら悪いとか、あのすごくいいものとか、本当に伝えたいものがあったりすると、やっぱその熱量ってすごいダイレクトに伝わるとは思うので、うんうん、でそれにあれって思ったら、なんかその熱量が全然伝わってこないとか、うんうん、顔の表情にしてはあれって思ったりするのとか、うんうん、声になんかトーンがあまり響いてこないとかっていう、はいはいはい、で特にやっぱりライブって絶対感情が大優先に入ってくると思うので、そうなってくるとやっぱあの微妙なその、はいはい、なんていうんですか、ちゃんとピッチ取れてなかったりだとか、うん、あえて外れたりとかっていうことがいろいろ起きてくるとは思うんですけど、そこが全く起きずに、うんうん、ちゃんとメロディーに乗って、うん、旋律通りに歌ってるとか、うん、っていう風になってくると多分きっとこれ口パクなんじゃないかなっていうのは、うん、自分はそう思ったよね。ね、うんですけどね、うん、で口パクでやられた場合さ、うん、ねえ、うんうん、金返せ、ね、まあまあそうですよね、うんうん、だって、うんうん、あの生でやっぱその時に歌ってる歌を聞きに来たのに、うんうん、やっぱ CD 音源流された時の、うんうん、あっていう、ね、そうですよね、うん、かといって今度は逆にあまりに下手すぎると金返せ、ね、あ、もうそれもそうですね、うん、まあ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 、それどっちもどっちだね。うん、それもありましたね。はい、うん、話がまた飛んじゃいましたね。で、あの歌についてこうなんやかんやっていう感じで今ちょっと話をね、まあ、はいはい、してたんですけど、うんうんうん、あのシャンソンをやってたりとか、はいはい、ね、はいはい、で今 J-POP をちょっと習ってるとか。うんうん、こう言ってたじゃないですか、うんうん、もともとはだけどシャンソンが歌いたかった、あ、いえ、もともと
その舞台を見てて、はい、それがミュージカルだったの、はいはい、一番最初、うん、やっぱミュージカルナンバーを、うん、あの歌ったりだとか、うん、そういう映画だったりとか、うん、舞台もやっぱり見ていて、うんでまあ、劇団四季にしても宝塚にしても、うん、あと他のあとサウンドミュージックだったりとか、うんうんうん、あのオードリー・ヘップバーンの作品がよくミュージカル化してたりだとかっていうね、あと東宝のミュージカルだったりとかって、うんうん、やっぱそれが自分にとってね一番最初の起源だったっていうのが、だからね、ミュージカルナンバーから入っていって、うんで、うん、で、まあ、シャンソンは、あの、知り合いにちょっとやってみたらどう、うん、みたいな感じで言われて、じゃあちょっとやってみようかなっていうので、そういうこと、ね、きっかけでちょっと始めてっていうところですね。あ、じゃあ、基本は舞台が、うん。あ、そうです。一番最初は、ベースが舞台ですね。だから、失敗が許されない限り、うん、あの、でもその場その場でしか、一回限りしか見れないっていう、うんうんうん、あの、その楽しみもあって、うん。考えてもいいですよね、うんうん、失敗こいても、うん、まあ一回ポッキーなんでみたいなそうそうそう、ね、あのやっぱりあ見てて、うん、なんか間違えたのかなって思うところとか、うん、やっぱその場その場で絶対、うん、起きないことが起きたりとか、あの道具が倒れてきちゃったりとか、うん、うまいあのそんなあの事故的なものではなくて、うん、こう傘みたいなのを刺してたらそれがキュテンってなっちゃったとか、うん、絶対なんかそういうこととかが起こったりするのでね、うん、でそのに対するこうアドリブで、うん、あのうまくこうごまかしたりだとか、うん、お客さんこう楽しめる技だったりとか、うん、そういったものもあったりとかはしてて、うんうん、そういうのがすごくやっぱり楽しいなって思ったのが舞台の良さかなっていうのは自分が、うんそうですね、思いました、うん、あのライブってある意味ね、うん、パーフェクトじゃないと思うんですよ、うんうんうん、あのパーフェクトなんてやっぱ基本的に、うん、あちょっと、うん、ウディ若さん、クラシックなどは CD だと高音域がカットされるので、うん口パク化は音圧で分かります、うん、へえなるほど、もう、うんうん、ウディ若さんすごいうんうん、うん、そういうもんなんだ、うんうん、なんつうんですかね、こう舞台とかなんかでね、うんうんうん、こうやることってさ、本当のパーフェクトってないと思うんですよ、うんうんうん、だって毎回毎回、うん、出来は違うわけだし、うん、だけどその出来が違うその1回というのを、うん、経験できる人たちは、うんうんうん、その舞台のとこに来てる、うんお客さんしかいないわけですよね、うんうんうん、でやっぱりそこで舞台の人とやっぱりお客さんっていうのが、うんまあ、その人数だけしかこの体験できないっていう、うんうんうん、それだけでもやっぱ価値があるのかなという舞台というのはあるのかなとは思うんですよね、うん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 、それは例えば僕らこういうお店でお客さんと接してて、うんうん、そのお客さんとのこうさりげない会話ももうその時、うん、まあいい加減とは言うものの、うんうん、その時だけの会話じゃないですか、うんうんうん、それの中でやっぱ価値が出ることもあるんじゃないのかなというふうには思いますけどね、うん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 、そうですね、なので本当願わくばいろんなやっぱり曲を聴いて、うん、そのやっぱ情景を思い浮かべてみたりだとか、うん、その歌詞についてやっぱね読み直してみて、うん、感じてみたりだとか、うんうん、でねそれもすごくね大切だし自分もやりたいし、いろんな方にね、そういういろんな歌を聴いてほしいなっていうのもあるし、うん、でそこが発端で、やっぱり、その歌手の方のライブとか、うん、その舞台的なね、活動とかやってるんであれば、はい、やっぱり生で聴いて、やっぱその人の生って一番表現したかったことが出るんじゃないかなっていうのはすごく思ってるので、なのでそういう機会があれば、本当にライブだったりとか、舞台とかっていうのに足を運んでみてもらいたいなっていうのは、すごい思いますね。やっぱなんか、普段のその CD 音源みたいな、その出来上がったものを聴いてるのとまた違う思いだったり、感じ方ができるはずなので、うん。やっぱり、この CD とか、うん、まあ、であったり、例えば、本になって出版されてるもんってさ、うんうんうん、直らないじゃないですか。うんうんうん、もう完成されてるんで。うんうんうんだから、なんともならないじゃないですか。うんうんうん、だけど、ライブってさ、うんうん、ある意味、その時にすごく感情が込み上げてる時は、やっぱ感情が込み上げてるようになるだろうし、うんうんうん、やっぱり、そこの部分が、パーフェクトではないかもしれないけど、うんうんうん、そこの、この、良さ、うんうんうん、心の起伏の、見える良さっていうのはあるような気がしますね。うんうん、そうですね。うんうんなので、やっぱりね、
その場でしか、その一回でしか、その時でしかやっぱり味わえないものが、はい、人だったり、その時の感情表現だったりとか、うんうん、あの自分の状態、聞いてる側の状態だったりとかして、やっぱり二度と同じものがないっていうのがね、やっぱそれがすごくね、大事かなっていうのが。うん、そうですね。やっぱりあのそう考えるとやっぱ人は人と会うのが一番いいですね、うん、そうですね、はい、という具合にごまかすように、ね、お疲れ様でした、はい、じゃあお疲れさんでした、はい、おやすみなさい、おやすみなさい。